この動画はゆうすけの編集による初めての作品のため、皆様温かい目でご覧ください。はい、おはようございます。ということで、今日はゆうすけの一日に密着ということで、今日はミーティングと、ダンスレッスンと、撮影が今日あるので、今日は準備をヘアセットとかね、髪とかをセットしてから行くということで、結構今、焦りながら、このオープニングを撮ってます。それでは準備していきます。おはようございます。はい、ということで準備ができたので出かけたいと思います。さっきの寝ぼけた顔とは打って変わって準備が終わりました。さっき言わせたのですが、僕はバンケットのというグループでボーカルをやってます、ゆうすけです。それでは僕バンケットゆうすけの、一日に密着していきたいと思います。花粉がやばいですね。よし、行きます。はい、ということで、もうそろそろスタジオの方に着きます。スタジオでミーティングをするので、誰かもうメンバーはいるのでしょうか。一番最初に会ったのはやっぱり彼ですね。おはようございます。おはようございます。あ、今日あれですか。今日僕です。ダイアリーですか。はい、ということで今からもうミーティングなのでミーティング行ってきます。ネットボールの翼をつけます。はい、ということで、ミーティングが終わって今からの時間はメンバーみんなでダンスレッスンです。ここで新メンバーの先生を紹介します。5人目のじゃあそれではレッスン行ってみたいと思います。お願いします。はい、ということでミーティング終わり、レッスンも終わり、今日はですねYouTube 撮影なんですけど、この後、はい、今日はボーカルだけということで、はいはいはい、まあ、歌ってみた。そうね、歌ってみたんですよ僕ら。まあ一応もう歌ってはみたね。そう、もう僕らはまあ一応ね、多分みんなストーリーとか見てれば分かるんだろうけどね、まあ、2人でレコーディングとかをしまして、うんうん、したした。で今からはそれの撮影ということで、動画の方が早く上がるんで、ね、お楽しみだね。うるさいよ。それでは撮影に行ってきます。行ってきます。はい、ということで今から、YouTube の撮影をしていきたいと思います。ゆうまくんも今日の撮影を手伝ってくれます。機材もお手の物です。はい、ということで、家に帰ってきました。家に帰ってきたらですね、まずもう本当に前髪が下がってるのがあんまり好きじゃなくて愛用してます。これはお風呂に入るまでずっとつけてます。家でお風呂入って、ご飯食べて寝る準備をしていこうと思います。ご飯を食べ終わってお風呂に入ろうと思ってたのですが、編集をしていたらあまりにもお腹が減ってしまい、甘いものが食べたいなと思うので、ここで僕がいつも
甘いもの食べたいなと思った時に食べている寒天ゼリーを買ってこようと思います。はい、ということで買ってきました。寒天ゼリーと体脂肪を減らすのに役立つカルピス。これね、本当にね、この2つはなんか CM みたいな、この2つは毎日食べて飲んでしてますね。本当これは女子必見なんで、小腹空いた人とかカルピス好きな人はぜひ食べて飲んでみてください。はい、ということでね、今からこれを食べてお風呂に入って寝るんですけど、この今日のこのゆうすけ一日密着という作品がですね、実は、僕のね、最初に編集する動画の、一つでして、どうでしょうか出来栄えはって言っても、これ初めてなんで、本当全部がね、ぜひ冒頭で言った通り温かい目で見ていただけてたら幸いです。ということでね、この動画ゆうすけ頑張ったんじゃないかなって思った人は、高評価、そしてチャンネル登録の方をしていただけたら嬉しいです。そして今後ね、たくさん歌ってみたとかの動画を撮れたらなと、やっぱりいろんな人にね、こうやって YouTube を通して歌を、届けれたらなと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。よし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